すごい。うわ、怖い。飛んでった。おはようございます。64日目の朝です。無事気球が飛びました。ねえ。第1号行ってらっしゃい。まだまだいっぱいあるんだ。じゃあ、これが見たかったんですね。ね、昨日は飛ばなかったけど、うん。風が少なくてよかったね。ね。すごい。すごい、あっちの方行くのか。本当だ。なんか気球の競技は、ある到達地点からマーカーを下に投げて、それがどれだけ近いかが勝負らしいです。ね。ここは離陸地点なだけで、マーカーは別のところにあって、多分飛んでいくとこしか見れないのかもしれない。そうかも。でもここにいっぱいバーって飛んでいくの。お、あれも飛びそう。本当だ。お、行くね。行くぞ。おー。お、行った行った。すごい。飛んだね。すごい。本当だ。すごいね。うわ、かなり炎立つんだね。すごいね。来場の皆様の姿も、しっかり形が全然違う。すげえ、形違うね。うん、面白い。大作戦そういうとこ見たから、あとどこに向かってるの。でも3機しか捉えられてない、うん、あとは見逃した、ね、ゴールが違うんだろうか。いや一緒なのにしてもかなり遠くな。どこに行くんでしょうか。自分のやつを追っかけてるやん今の車たち。あ、自分のやつを追っかけてるのか。多分飛ばした貼った車だった今の止まってたの。あ、どう、うん、追っかけても追っかけてもキリがないので、次の目的地に行きます。ちょっと遅い朝ごはんにします。こちらカルボナーラ。なんとですね、水を入れるだけで作れるものを家族からいただきまして、ちょっとこいつを作ってみようかなと思います。作ってみようと言いましても、水を入れるだけなんですけどね。中に注水栓ってのがあって、こんなブロックとかも注水栓まで水を入れて20分放置。よいしょ。混ぜなきゃいけない。このなんかソースが溶けるまで混ぜてください。あ、すぐ溶けるな。ソースのブロックが入ってた。便利ですね。便利ですね。よし。よし。待ちまーす。カルボナーラとペペロンチーノがありますので作ってみます。じゃあ食べてみます。うまいよ。うん、うわ、めっちゃしっかりしてるわ。結構濃い味やね。うん、辛っ。ペペロンチーノ辛い。辛いの。うん、うん、あ、ちょっと冷たいけどな。うん、でも美味しい。うん、すごく、うん、うん、到着だよ。固定線路だよ。うん、あったね。すごいね、こんな映る。映ってるね。どこまで続いてる。どうなんだろう。チーコ魚が聞こえる。本当だ、メダカちゃんだ、うん、ではよし、降ります。
すごい。うわ、怖い。すごいね。すごい。どんなの？大自然の中に。怖いよ。大自然の中橋だな。ねえ。ちょっと足すくむな。怖いね。落ちたらどうしよう。じゃあ、なんかここは、なんか違うっぽいから、まあ、展望台あるらしいからそっちも行ってみよう。すごい雨降ってますけど。見えないじゃん、これが。どこどこにあったの、本当は。やっぱさっきのここやったんじゃん。うん、そうかも。三国峠です。ちょっと雨強すぎるから帰りましょう。何も見えん。さよなら。大箱です。撮ってみようよ。前行ってみるか。ちょっと一回行ってみよう。なんか入ってるし。こっちの水きれい。ね。こっち雨だらけ。雨だらけ。すごいね。そうんちょう。お、シュオープン2000位。シュオープン2000位。箱の絶壁。っていうの？石狩川だったって。へぇ。3万年前の大雪山の噴火。うん。門別に着きました。はい。知床お風呂も入って。夜ご飯。回転寿司です。です。回転寿司というけど、回転はしてないらしいです。そう、海の回転。行きましょう。こんな感じのメニュー。わりかし安い。そうやな。めっちゃサーモン頼む。サーモンだらけ。一巡目は。わく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 。しましたよ。お食べなすっきり。サーモンでかいね。でかいね。しゃあ、念願のサーモンです。いただきまーす。どうぞ。うん、うまい。うまい？食べましょう。うまい。止まらん。来た。次のサーモン来た。このサーモン。このサーモン。まあ食べていくと。ごちそうさまでした。でした。いっぱい食べたね。うん、食べ過ぎた、ちょっと。じゃあ今日はこちらでおしまいです。はい。道の駅門別オホーツクかな？オホーツク。門別みたいなところにいます。はい。もう寝る準備万端です。はい。あとはゲームしたり編集したりして寝ようと思います。うん、はい。今日も一日ありがとうございました。さよなら。夕日が綺麗。さよなら。